やっぱりあの人は変だよ。帰りたい。ガリブガイクラ。どこだ？あいよ、皆さん、ジュアンカンです。今日は初めてアパートを借りた時の順番です。始まる前に毎月曜日日本の生活やブログや言語を教えることのビデオをアップしていますので、一つのビデオを見逃さないようにぜひぜひ登録してくださいね。それでは早速始めましょう。日本に住み始めた時に学生として寮にいたんですけど、4、5ヶ月の後で自分のアパートに移動しないといけなかったです。そのため不動産屋に行っていましたが、さすが日本のサービス結構驚きました。いらっしゃいませ。はい、こんにちは。部屋を借りたいんですが。はい、こちらはお客様の要素に合わせたおすすめの部屋です。この3つの部屋に興味があるんですが。そしたらこちらの紙の上にその3つの部屋の利益と不利益を書いてください。けど部屋を見ないとそれはできるわけではないでしょう。おバカ様。何？お客様、そちらの A 屋に運転させていただきます。早い、本当。日本早い。あの人は変。そして部屋に着いた時に不動産屋の人が僕のためにスリッパを持ってきたんですけど。はい、どうぞ。僕のため特別にスリッパを持ってきましたね。わあ、なんて思いやり。不動産の人最高。やっぱりあの人は変だよ。帰りたい。その結果今の部屋を借りています。ホームタワーしたら1分で終わっちゃうからしない方がいいね。値段なんですけど1円に売られるわけではないですね。けど田舎だったら絶対部屋を借りるのを安くになります。おら、当たり前だろそれね。もしこの動画を良ければぜひぜひ Subscribe and like。 そして SNS もやっているのでぜひ登録してくださいね。ディスクリプションにあります。ありがとう。